べチャンネル津酒が釣れない桜マス釣れない坊主の日々出会っても諦めない挑戦のスピリッツ釣れなくても笑顔でエンドレス風が強くても気持ちは揺らがない糸垂らすたびにドラマが広がる潮の流れに心を何が変わりましたか。釣りに行くっていう風になった時に何よりも気にするのって多分魚いるかどうかじゃないですかね。明日行こうかな、どこ行こうかな、最近どっか釣れてませんか聞きますよね。多分友達とか知り合いとかにも釣りシーン見たりとかインスタ見たりとか、あとはなんだっけアングラーズアプリ見たりとかしていろいろ情報を入れていって蓄積していって一番釣れるだろうと思う場所に皆さん行くと思うんですよ。ただそれってデータ取ったことあります？自分なりのこうこうこういう理由でこうだからこうっていうのをちょっとだけお話ししようと思います。全部話しちゃうと僕のネタも尽きちゃうんで全部は話さないんですけど、ある一定のこの条件いいよとかこのポイントのこういう時いいよっていうのを場所の名前伏せて話します。一応この場では気になるんだったら聞きに来てください。後で今このトークショーっていう中身では場所のお話まではしないですから、なので、まあ、個人的にでも聞いてくれればその時はざっくばらんにお話しますんで聞いてくれればなと思います。で皆さん多分魚がいるいない来る来ないってどういう風に見てます？なんかこういう風に見てるよっていう人います？例えば勇気のある人、日本人らしいですね。大前提多分みんな気にしてるのって雨と台風だと思います。雨と台風、じゃあ雨と台風の後ってなんで釣れると思います？で多分皆さんおのおの答え持ってると思うんですけど、増水します、川の流れてます、なおかつ海荒れます。そしたら海荒れるとどういうことが起きるかっていうと、まあ、サクラマス釣る時とかも問題ですけど、基本的にワンドであったりとか風通しの悪い場所、要は潮が死んでる場所に魚って集まりがちです。鮭とかも回遊して栄養を蓄えて産卵する体力を残して接岸してる魚なんで基本的に大荒れします。そしたら流れの緩い場所集まってくるという傾向があります。なのでそういう時に漁港に入ったりちょっと奥まったワンドに入ったりっていう風にすると思うんですけど、そこでもう一個考えてほしいのが気温の差なんですよ。これ科学的な話で言うと気圧っていうところになってくるんですけど、その気圧っていうところのお話までしてしまうとかなり専門的で、僕が嘘ついたみたいになっちゃっても困るんで、専門家じゃないんで僕は。だからここで僕の知ってる情報は一応出さないでおきますけど、気圧です。気温と気圧の変化っていうのをしっかり考えてあげると、まず魚っていうのはほぼほぼ8割方魚がいるっていうシチュエーションまではたどり着けます。ほぼほぼ確実にたどり着けると思います。ただ
魚がいるシチュエーションにたどり着くまではこれでいいとして、だからそこに関わってくるのが季節ですよね。例えば今分かりやすいところで言うと魚いるんですよ、いるんですよ。でそういうところに人がワッと行ってトラブルが起きてるんですよ、いろいろ。まあ、それはまあ魚いるいないと関係のない話ですけど、それだけ8月っていう季節で鮭が釣れる場ポイント、9月にならないと来ないポイント、本来8月でも来てるのに来てないポイントってあるんですよ。多分皆さんこれ分かってると思うんですけど、太平洋のことです、来てないところって。なんで来てないのって、潮悪かったですよね、赤潮で魚来なくなっちゃう。それは皆さん周知の事実で分かってると思うんですけど、僕が今ここで何言いたいかっていうと、同じ場所通えってことを言いたいんですよ。それ一個の答えとして必ずあって、釣りたいですよ、 X で当てたいですよ、僕が今ここでなんぼ僕のデータを提示しても、最終的にそれを蓄積するのは皆さんです。なので鮭を釣るっていう行動を取るときに、一個だけ僕から決定的な一匹につながる最高のメソッドをお伝えするのであれば、一箇所に通えってことです。ワンシーズンでもいいんで、ここで鮭を釣るっていうふうに決めて、一番通いやすい場所、それで僕が選んでるのは今のところ。もともと僕に15年通いました。その前に3年間に通いました。一番最初僕が初めて鮭釣ったのでした。僕が初めて鮭釣ったのは、その当時第1軍、第2軍、第3軍群れが4つ同時に来る場所でした。一番最初の波のブレイクに一番古い群れがいるんです。その後ろに第2軍がいるんです。その奥と奥にもいるんです。っていうぐらい魚濃かったです、その当時。だからもう全部背びれなんです。あそこよりもずっと奥の外堤防のところまで背びれつながってるんです。っていうぐらい魚濃かったんです。でもだんだん来なくなって、で群れの総数自体はそんなにデータ上変わってないらしいんです。びっくりです、びっくりなんですけど、あんま変わってないんですって。来る魚の数、総数でいくと僕たちが想像、減ってはいるけど実はそんなに変わってない、待機してる数でいうと。ただ何が変わってるのって言ったら、散ってるんですよ、帰ってくるタイミングが変わってるんです。なんでって言ったら温暖化です。分かりやすく言うなら、さっき言った気圧です。いつ帰ってくればいいのか分かんなくなってるってことです。鮭って地球上に存在する魚の中で一番秀でた能力を持ってる魚だって言われてるんですけど、それが GPS 機能だって言われてます。今自分が地球上の一体どこにいるのかっていうのを常に、要は俯瞰した目線でこう地球っていう惑星を見てたら、ここにピンがポンって打ってて、僕ここにいますっていうのを常に分かってる魚なんですよ。脳の消化体っていう器官でそれを司ってて、自分がどこにいるのかっていうのを常に理解してる魚ですよ。そこまでは確認できてるんですけど、どうして帰ってこれなくなってるかまでは分からない。でもそこから先って経験なんですよね、僕たちアングラーの。ある意味で言うと漁師さんよりも奥行きのある情報を持てるんですよ、釣り人って。だから網入れてて漁師さん取れないけど釣り人釣れるんで、そこまで行ってほしいなっていうのがあって、今回の、テーマをザデイっていうふうにさせてもらったんですけど、ちょっと話戻ってきて、同じ場所に通ってくださいねっていうのが一番の近道。なんでかっていうと、僕さっき言った、僕今じゃあ9月の頭にで1日時間あげるから9月1日に鮭釣ってってくださいって言ったら、多分僕釣ってくると思います。それは15年通ったから状況知ってるんですよ、ほぼほぼ。今日この日にその場へ行った時の状況を見て、じゃああなただったらどうやって釣る、じゃあどこ狙うっていうのは関して言うんだったら、僕ほぼ分かります。言葉で説明すれって言われると厳しいです、正直。さっき言ったような、
台風があるんだよ、気圧の変化があるんだよ、天候の変化で川の水が出るんだよ、そのタイミングで行くと魚は大体いるんだよ。だけどそこから先っていうのはもう及びつくところじゃない。なのでそのデータをしっかり採集するために一箇所のポイントに通うっていうのが一番の答えかな。すごく簡単に言ってしまったんですけど、今回のテーマの答えは同じ場所に通ってみてはどうですかっていうのが僕の答えになります。ただそこから先の細かな話については今トークショー終わった後気になったら聞いてください。僕の知っていることであればお伝えできるんで、今この場で言ってしまうといろいろあると思うんで僕はここまでにしておきますからっていうのが一匹を釣ってくる確実にザ・レイを引き当てるための僕の一つの答えでした、はい、じゃあちょっと時間余ったんでちょっと長めに話してるんですけど、さっき今上田くんが話してた鮭狙う時の浮きルアーの狙い方についてちょっと話しますね。よく皆さんあ前あたり触ってる触ってる、大触りだけかよみたいなことって結構あるじゃないですか。僕あれ全然信じてないです。実はお触りの時点で合わせていいと思ってる。僕水中撮影したんですよ、僕 GoPro で鮭の。そしたら前あたりかなって思えるような動きをしてることなんて一回も撮れなかったんですよ。世に出してない映像ですけど、前あたりを探そうっていう思う目線でよくあるじゃないですか、ブリブリブリってルアーが泳いで魚が追いかけてくる映像、あれを撮ってみたら全然前あたりっぽい仕草鮭してないんですよ。ゴンって来てるんですよ、食うときって大体。でも乗せれるか乗せれないかってどの差なんだろう、どういう差でバラしてるんだろうって考えたんですね。で僕が答えたどり着いたのがアナログで落とすところ決めていけるんですよ。これルアーじゃないですか、本当にこうブリ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 って泳いでるやつ水中映像撮ったらほぼくってます。結構これ結構ありがちなパターンです。みんなここにタコベつけてカツオつけてゆっくり引いてこっちに反応させようとしてるんですよね。ここに意外や意外ここ食ってるんですよ、思いっきしゆっくり巻いてる時の前あたりって多分これです。だけどこっちに反応させなきゃいけない釣りなんです。だからこのレンジキープでドリフトっていうアクションをどこでやるかって話なんです。どこで送り込むかっていうところです。ちょっと時間的にもそろそろあと9分あるんですけど、あともう一つ二つの話しか話できないんですけど、まず1個目多分ねうちのお客さんで僕と何回も話してる人だったら聞いたことある話かもしれないんで、ちょっと2回目3回目の話になっちゃうかもしれないんですけど、いるけど食わないです、あいつら。いるけど食わない時にひたすらやる釣り方ってそれです。浮きルアーも浮きも、これちょっと1個覚えておいてもらうと、多分実践してもらったら分かるんですけど、チャンス出てきますから試してみてください。そうだな、あともうあと3分しかないんで、質問ある人いますか。これ分かんないよ、これ聞いてみたいあれば。餌つける人とつけない人いたり、まあ、いろんな餌使っている人いると思うんですけど、それによる大きな違いってやっぱりあるもんなんですか。僕のデータ上ですよ、取った数からなんです。実際に取った数からのデータです。シーズン初期9月の頭から1回大荒れが1回がっつり全体的に波かぶるまでの間はエビです。一番ヒットする餌、15年通ったってさっき話しましたけど、その中でシーズン初期から一発目の大荒れの台風来るまでの
スーパーヒットパターンはエビであることが多いです。ただエビっていう餌だけに頼っちゃうと違うパターンハマった時困るんで、一応カツオとイカ持ってる。だけどメインどころはエビ、ニンニクのエビです。で、さっき言った気圧って話がちょっとここ絡んでくるんだろうと思うんですけど、台風来ます。そしたら平均気温大体5度下がります。台風を皮切りにガガーンって 水温と外気温下がるんです。外気温下がって水温にまで影響してきたタイミング、川の水はすぐ冷たくなるんで、それが海の水まで水温がガクッと下がってきたタイミングからはイカです。一択です。騙されたと思ってやってみてください。イカ、イカしかつけなくていいです。それが一番打率高いです。もちろんそうじゃないこともありますけど、平均取ったらイカです。打率が一番いいのはイカです。それが多分その捕食本能というところに訴えかける鮭釣りっていうところの一番魅力的な餌の使い分けなんじゃないかなと思います。なんでって言ったら、これ僕ね答え持ってるんですよ自分なりに。なんでかって言ったら気温下がるんですよね。顔上がったり出たり入ったりするんですよ鮭って。カラフトマスって一回上がったら戻ってこないんですよ。その代わりちょろちょろするんですよ沖で。沖でちょろちょろして岸上に来てドンって上がっちゃうのがカラフトマスなんですよ。鮭って出たり入ったりするんですよ。出たり入ったり繰り返して最後さ川で産卵するんですよ。台風を皮切りに出入りし始めるんですよ。出入りし始めると婚姻色が出るんですよ。その時の色って赤なんですよ。秋味のオスの攻撃色って赤なんですよ。赤めがけて攻撃するんですよ、オス同士の。だから赤なんです。でパターンが違うとしたら、台風後気温も下がりました、赤パターンです、ま、赤イカパターンです。おー来たフィーバー、赤いかなー、新しい群れ来ました、よしエビつけようってなるんです。それが鮭釣りだと思います。だからその魚の状態をすごく大事にしてあげる。で9月初旬から一発目の台風来て気温下がるまでは言ってしまえば食い気あるよってことです。動き関係ないよ、ちゃんと流して正しい動きをしてれば食うよ。そして一番食いいい餌ってエビだよってことです根本的に。でももう食い気になって僕もお腹いっぱいです、もういいですっていう魚に関しては本能に訴えかけるしかないんで攻撃色の赤です。シンプルに言うとそうです。そのパターンの切り替わりがいうところの台風をきっかけにした気温の変化です。多分これってどこでも当てはまると思います。何をきっかけに水温、気圧が変わるか、それだけの違いだと思います。なので餌使い分けるときっていうのは、昨日は暖かかったよね、今日寒いよねぐらいの違いで餌変わることはおそらくないですけど、長い目で見たときに大きな変化があったとき、ガクンともう水温が下がりましたよ、川水が1回出て山の栄養素1回全部出ましたとか、そういうときに変えてみるのはすごくいいと思います。で僕からもう一つ餌の変化で言えるとしたら、そうだ、水温を測ったりとか、外目で見てわからないとき、昨日あったかかったんだよな、今日寒いんだよな、明日もあったかいっぽいんだよなみたいな絶妙なラインってあるじゃないですか。絶妙なライン、これ今全部話してますからね。絶妙なラインで餌どうしようかなと思ったら、僕は川の状態にいます。川の状態見るっていうのはどこ見るかって言ったら、何流れてきてるか見ます。一回この葉だらけになるんですよ。根本的に山が秋に切り替わったら木の葉が落ちるんですよ。その木の葉が落ちてきたタイミングっていうのを僕は一つのきっかけとして見てます。気温が暖かくても、あここ数日暖かいんだな、今週気温高いなと思ってても流れてきてるものを見て餌変えます。木の葉流れてきたら大体僕イカしか使わないです。そんな感じです。大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。はい、ちょっと4分過ぎちゃったんで、ちょっと今日はお開きにしたいと思うんですけれども、どうでしたか？いい情報を手に入れられました？僕のお話で大丈夫そうでしたか？大丈夫？
もし納得いかねえとか、これ聞いてみたいとかあったら、売り場にいますんで、ざっくばらんに聞いてください。はい、じゃあ今日は以上となります。皆さんありがとうございました。ぜひ見てってください。もうあんまりルアーないですけど。風性が高いでも釣れない、群れがいっぱいでも釣れない、アクル揃えて期待も膨らんで、失敗も成功も大切な時間、夕日が沈む心は沈まない、心の中は妄想でいっぱい、波音がリズム、思いは乗せて釣り人の魂、やる気いっぱい、阿部チャンネルズ、酒が釣れない、桜マス釣れない、坊主の日々出会っても諦めない、挑戦のスピリ釣れなくて